That's convenient, though, how the objective is always right beside a... Oi! Asoko miro! Oira tachi no sagashiteru hito janai ka? He's not dead, but... Yoko ni kago mo ochitemasu. Tashika ni koufu no yō desu. Is this a hand? What is this? この様子だと疲れ果ててここで気絶したか。起こすか？まだ。惚れる。あ？何か言ってるぞ。これほどの執着、異常だ。近くに休める場所がある。そこにこの人を連れて行ってから今後の策を練ろう。Isn't it like a treasure hoarder camp or whatever? Isn't it? Or it's a normal camp. Okay, well. どうだ？死んだりしないよな？過労で昏睡状態になっている。幸い、命に別状はない。Drained, probably? おいら、さっき聞こえたんだけど、何か掘るって言ってたぞ。そのせいで疲れたんじゃないか？ Look at the dendros behind us, though. 可能性はあるな。Strange. あれ？この人の懐に何か？ Is it like a gem or something? これは、鉱石の破片？Close enough? Read its mind. That's a flash. 皆さん、この人が持っていた鉱石の破片の記憶を見ました。この破片は、この人が鉱山から持ってきたものです。この人はその彼がここに倒れていた理由、一体何だと思う？ I'm very sorry. 誰かに連れ去られた後、ここに捨てられたとか。でもそれなら、なんでここまで連れてきたんだ？何かが起き、彼を一行から外すしかなかったのだろう。I'm on brain juice. GG? Is it empty already? あ、そうでした。この破片を見て思い出しましたが、皆さんに渡したいものがあったんです。なんだなんだ？プレゼントか？ Well, you got over it real quick, Paimon. 俺たちに？タイと出会う前まで、ずっと頭にモヤがかかっていたんですが、皆さんと調査をしていくうちに、そのモヤが晴れてきたんです。タイが皆さんに依頼してくれて助かりました。もし皆さんがいなかったら、僕一人ではこんなに多くの手がかりを見つけられなかったでしょう。これは僕が市場で買い集めた水晶です。ただの水晶に見えますが、実は珍しいものなんですよ。一人一個ずつ記念として受け取ってください。 Why so sudden though?角度によって全然違う。遠慮せず受け取ってください。これは勝利先生に。あれ、どうしたんです？好みに合いませんでしたか？いや、そんなことはない。ただこんな時に贈り物を受け取るとは思わなかっただけだ。 Exactly.It's just weird. Why so sudden? ありがとう。大事にさせてもらう。受け取ってくれてありがとうございます。価値のあるものは、それを分かってくれる友達に送ってこそ意味がありますから。Not gonna lie, he's been moving sus, man. ここ一帯は石も多いので、
僕はこの辺にある石を適当に触ってみます。クンジュは本当に石が好きなんだな。鉱石は大地の結晶であり、時間の積み重ねでもあります。それらと一緒にいると安心できるんです。皆さんはゆっくり休んでてください。出発前に一声かけてくれると助かります。僕はすぐ近くにいますので。すぐ近くに？どこ行く？心配するな。さっき周囲を見たところ危険はない。そうだ、お前に話すことがある。え？なんか深刻なことか？旅人、沈流石についてどんな印象を持っている？クンジュが探してる鉱石だよな。何か特別な意味でもあるのか？沈流石は鍛造に使われる珍しい鉱石だ。一般的な水晶はそのほとんどが高温環境下で自然に形成されるが、沈流石は元素反応によって生成される結晶だ。おお。元素反応で物が作れるのか？ああ、しかし長期保存できるのはごく一部だけでな。沈流石は千年前の戦いの中、強烈な元素力がぶつかり合ったことにより誕生した。そして戦いが終わった後もそれらが奇跡的に形をとどめたんだ。そうだったのか。だがやはり造物であるため結晶の数は少なく知名度も低い。それに数百年前にはすでにもう採掘し尽くされている。 OK。 現代のリーウェ人がなぜ今はもう存在しない鉱石を探す？ Oh, it's actually it's gone. It's done. Like you can't even find it anymore. Interesting. 確かに。それにこの石の存在を知ってるなら、もう掘り尽くされてることも知ってるはずだな。 OrMaybe, like I said, he's not 100% human, or he's human, but he has things, you know, like, especially when he said he forgot, but then he overheard Dragonfall, and then he, you know, remembered something, and, you know, maybe, I don't know, let's just continue. I'm sure it's like, you know. おかしいぞ。矛盾してる。鉱石を商売にする者の中にも沈流石に興味を持つ人はいる。しかしクンジュ殿のように動機がはっきりしないまま石を探すのはいささか妙だ。別の意図？あ、悪いやつなのか？今はまだ断定はできない。だが様子は見た方がいいだろう。 Well, we're with a god, so it's okay.I hope. それと今一番重要なのは甲府たちを救い出すこと。 True? それ以外のことは遅かれ早かれ明らかになる。相手との距離は縮まってきている。このまま進めば残りの甲府も見つかるだろう。休憩が終わったらクンジュ殿に声をかけて調査の続きといこう。先ほどの甲府はあのまま休ませておくのがいい。事件が解決した後に戻ってこよう。それと態度のに書き置きを残す。そうすれば彼が来た時にすぐ対処できるはずだ。 OK. Archaic stone. That looks so cool. It's the color of primal. Oh, interesting furnishings. It's the color of primal gems, right? So it's a primal gemI don't know. It looks like a primal gem. It's like in the world of miHoYo, right? Whether it's Genshin or Honkai, color is just, it's a given. If they have the same color hair, right? If they have the same colored hair, chances are they're related somewhere or another. Like, so, yeah. That's just, he's not. Yeah, it's, it,
there should be a girl around here, right? Or at least there was. Like, she's around here usually. But she's not here now. Fuck. I missed the crab. Frog. はい、僕もちょうど終わりました。何か収穫は？ここ一帯の石が綺麗だということ以外特別なところはありませんでした。やっぱり鉱石の記憶は時と環境によって変化するみたいです。具体的には分かりません。ただ鉱石に残ってるのは最近の記憶であることが多いですね。昔の記憶は見れないのか？岩は長い時を経ても変わりませんが、記憶は時とともに消えてなくなります。長期保存できる記憶は大抵は強烈な感情や気持ちを持ったものだけなんです。人間と同じで現実的だな。はい、そうなんです。では先に進みましょう。Head to the ancient tree and investigate. Amidst chaos, the rock is unmoved. Ooh. Ooh, nice view. Ooh, 大きな木ですね。なんか不思議な結晶がたくさんあるぞ。気になる。この古樹。二手に分かれて調査しよう。向こうは俺が見る。ここ一帯は。お前たちに任せた。ああ、クンジュ、何か調査できそうなものは見つかったか？石碑が一つありました。なんか役に立たなそうだな。他の場所を見るか。いや、ダメ元でやってみましょう。これは。え、どうしたんだ？いえ、大丈夫です。少しめまいがしただけですから。I have a terrible guess. I don't want it to be true for some reason, but it's kind of weird, but I mean, it's... 今のところは、まだ何も。Okay. 仕方ないな。オイラはあっちを探してくるから、お前は木の上を見てくれ。見てみないとわからないだろ。それに、高いところからなら、ここらを見渡せるぞ。そうですか？そうだぞ。オイラの考えに間違いはない。いや、待てよ。オイラってば、飛べるじゃないか。やっぱりオイラが行ってくる。お前たちはここで待ってろ。すぐ全員こっちへ。あれ、勝利の声だ。木の後ろの方から聞こえたけど。何か手がかりでも見つけたのかな。もしかしたら人がいたのかも。早く行ってみよう。Oh, there's a cave! この道は新しい。どうやら答えはこのすぐ先にあるようだな。中から声が聞こえるぞ。うわぁ、おいら、一番前は嫌だぞ。 There's a cave now! 安心しろ。先頭は俺が切る。中から尋常ではない気配がする。警戒を解かず、戦う準備をしておけ。Domain time, boys. Also, 普通じゃねえな、これ。これは。行方不明の鉱夫たちだ。何を掘ってるんだ。
子やこのトンネル、彼らが掘ってできたのかもしれない。あの門、元からあったのか。古き封印に続く道だ。誰かが止めなければ彼らはあのまま掘り続け、封印の門を開けるだろう。まさか封印の中に何か。Why is he not phased? I was right! Oh, wait! It's opened! It's open! Hey yo, I was not expecting that much CG for a story quest. Especially this early. Oh my god. Nanda, この化け物は! Morax. まさか直々のお出ましとは。貴様に封印された復讐が。やっとできるわい。なるほど、あの子供はお前の力によって形成されたものか。しかしジャクダ竜王、覚えているか。こうなったのは俺とお前の本意ではない。ザレ事を死ね。This is not Genshin anymore, pal. This is not Genshin anymore.油断したか。あ、終わり。I should have done that first. Wait, let's see the stats. 29k, 2200. この景色を堪能しようとしたが、91! 旧友はもういない。The hell is this? いつか。Vortex Vanquisher? Okay. Full Noble? 3? 10? Okay.I mean, shit, man, I was not expecting this at all. Kenyo Banjak! Wrong one. Addict! Harasu! This fucking shield is just way too good. Umeyo, koko ni ide yo. Ikko! Waga tsurugi yo, kage ni shitagae. Ha! Hot! Ji, Sake yo!諦めて。気をつけろ。任せろ。Wait, what? 回復した。まさかお前は。戦闘に集中しろ、オラクス。I was right. He's not human. 逃げようなんて思わないよね。運命よ。一緒に遊ぼうよ。大地の神は。ディア。沈まらない。そりゃ。はあ。我を裏切った貴様が。また我を裏切るというのか。そう思うのならそれも致し方ない。いつの時も記憶を持つ者は真実という重みを背負う。What? Hello? I have no words, dude. I'm so like... This is so cool!これが運命です。
天理チョーク。 Only 25k? Of course, it's only like... 健康よ、世の乱れを切り尽くせ。ホッハーディア。 I was not prepared for this type of battle, man. 話す。行こうよ。ここだよ。 Oh wait, it didn't reach that far. It has a tree growing, but like, in its tail. 足元に気をつけて。剣女盤石。眠るのよ。運命の字、逃がさない。ディア、そりゃ、はぁ、ディア。一緒に遊ぼうよ。避けよ。乱暴だな。 Okay, you can't evade that.That's annoying. 大地の噴火、そりゃ沈まらぬ。 Oh my god. いざ。 Dude, his shield is so good. 難攻不落。 What the fuck is this shit, man? 逃げようなんて思わないでよね。垂直運命には逆らえません。Oh my god.モラックス、かつて貴様に地下に封印された我が、よもや千年後もまた貴様に宿命として受け取れ、ジャクダ竜王。宿命それが神の器とでも言うのか。不要なものを滅ぼし、殺戮者を率いて荒野を蹂躙するのか。違う、貴様が忘れたのだ。この声、ジャクダ。え、クンジュ。久しいな、モラックス。貴様は一体。見ての通り、ジャクダ竜王だ。先の戦いの中、お前は力を全て俺たちに使った。仕方のないこと。これが我の持つ全てだ。真相を告げなかったのは悪かった、旅人よ。我もこの木の下に来てからはっきりと理解したのだ。正確には我は完全なジャクダ竜王ではなく、その一つの欠片に過ぎない。天地、陰陽、両義、我とそこの竜王をそのような存在だと思ってくれていい。我らは皆ジャクダ竜王の意志なのだ。ジャクダ竜王が二人も？ありえん。まさか貴様は。結界が緩み、貴様の力が外界で子供の形を形成した。貴様はそれを通して鎮圧された怨恨を訴えたが、人々が振り向くことはなかった。そこで貴様は封印が緩んだことを利用しようとした。甲府をさらってきたのも封印の中と外から同時に攻撃し、それを解こうとしたからだろう。ザレ事を。貴様が我の一部だというなら、なぜ裏切り者の側に立つ。我は封印が緩んだ時に覚醒したもう一つの力、個体になるほどの力は持たず、こうして人間に憑依するしかない。 Oh, so the black things, that sort of, okay. But I meanOkay. 我の意識は混沌であった。自分が誰なのかも分からず、過去に関係があったことにしか反応しなかった。我の目的はただ一つ、モラクスを見つけ、彼に貴様を止めさせること。沈流石の一件で異変に気づいたが、もしお前の力がもう少し強ければ、もっと早くに気づけていたはずだ。
あいつ貴様のせいではない。我はとっくに変わり果てた。あの古代石碑に触れてやっと過去を思い出した。長かった。若い人間と年老いた竜が知り得ない秘密。モラックス、貴様から言うか。どちらでも構わない。お前が決めろ。相変わらずだな。では我が言おう。ジャクダ竜王はもともと元神モラクスの友であり戦友であった。寿命も人間をはるかに超えている。大地の生物はこの地面にある岩のように。Hold that thought for a bit, right? Imagine if Genshin has RTX. This part would look so good. Damn it, Mioya. 岩の記憶は長くは持たない。残留できるのは強烈な感情のみ。時が経つにつれ、記憶は薄れる。摩耗こそが、この世界がそれに課した導火線なのだ。魔耗によってジャクダ竜王の思考は奪われ、旧友の面影も思い出せなくなった。かつて自身がリー・ユエコーを守っていたことも。竜王は暴虐を尽くし力を振るった。それは人間が我を支える地脈を荒らしたからだ。確かにそれは事実だ。だから貴様は双眼巨炎を攻撃し、モラクスとあの戦いを繰り広げた。当初、領土を開拓し、生産性を発展させるために、リー・ユエ人は鉱山で採掘を始めた。しかし、過度な採掘は地脈振動を引き起こし、我らを苦しめた。魔耗も、我らをより獣のようにした。どれほどあがいても、我らは人々と共存する力を失い続け、理性を、モラクスは自身の力を用いて我らの魔耗を食い止めようとしたが、それも無駄だった。魔耗は天理のなすものであり、止められない力であったからだ。すまん、sorry。 だから我らは貴様となり、貴様の意志から我が生まれた。 That was bad, not gonna lie. That was way too quick. That was way too quick. 我は貴様の最後の契約、ジャクダ竜王とモラクスの契りを見届けるがいい。生き通ろうとも構わないが、否定はするな。やめろ、やめろ。我こそはジャクダ竜王の善意の残滓、契約の意志を掲げ、未来のため人類と平和に共存することを願わん。断る。我はジャクダ竜王、元素結晶により生まれし者、大地の力と記憶を背負い、三界と共に年月を歩む。決して虫けらの盟友などではない。モラクスは虫けらではない。虫けらの神なんぞ虫けらも同然。貴様は忘れたのだ。モラクスを最も認めているのは貴様であり、我でもある。貴様が忘れたことも我の心に残っている。貴様が大地の記憶だというのなら、我は人間と共存する記憶だ。天道万象、三界家業。高知生成、三女、別養母。おかしい。なんだこの感覚は。これは一体。貴様はとっくに枯れ果てた。我より先に消滅する。
しかしその前にこれを貴様に授けよう。春になれば荒野に雪が降り一瞬で溶けゆく。それが束の間で貴様の心に痕跡を残せなくとも、たとえそれが最後であったとしても。違う、そんなもの宿命だとは認めない。宿命でなくともすでに定められたことなのだ。モラックス。あの女の子が完全に消えた。ジャクダ、もういいのか。自らけじめをつけたのだ。良くも悪くもない。モラックス、貴様、今の名を勝利と言ったか。ああ。やはり我はモラックスと呼んだ方がしっくりくる。好きに呼ぶといい。貴様が我に与えたもの忘れん。大したことではない、気にするな。目が見えるものには分からんよ。盲目の竜が日の光を追い求める気持ちが。しかしモラクスがジャクダ竜王に目を授けたこと忘れはしない。そろそろ力が枯れ果てる。相変わらず察しがいいな。少し外を歩かないか。今やるべきは封印の外にいる甲府の救助ではないのか。そうだ。だからこそお前と外を歩き、お前が引き起こしたことへのけじめをつけたい。それもそうだ、よかろう。Dude, I... I swear to God, man. Yo, like, Zhongli's story quests are just always so good. It's ridiculous, man. Oh my God, dude. F5. God, I want this so bad. I want this so bad. Dude, I have no words, man. Yo, Zhongli's story quests and like pretty much every like quest, you know, like of course the Arcan and then like his own story quest. It's always so well made. It's not even funny. It's so good. It's so well made. Oh, ここに戻ってきたか。とにかく早くさっきの甲府の様子を見に行こう。 And like, I get it, you know, like it's because it's, you know, like he's pretty much representing China where MiHoYo's at, right? But holy shit, man, the quality is just insane. お前たちここにいたのか。お前たちが残した手がかりをたどってやっとここに着いた。道中休んでいるショウモを見つけたからすぐに処置を施した。だが、いまだ他の3人は見つかってない。He's still glowing. Are you not seeing that? At all? Hello? ん？クンジュ、お前。大したことではない。心配するな。その甲府たちなら、その洞窟の中にいる。洞窟の中？何か起きたのか？体力を使い果たしてはいるが、命に危険はない。安心しろ。よかった。よかった。みんなありがとう。今すぐ様子を見に行ってくる。その人らをリーユエ校に連れて帰るのか？ああ、そうだ。我も一緒にいいか？問題ない。みんな俺らの仲間の命を救ってくれた恩人だ。要求には必ず応える。だが感謝の前にまずはあいつらの様子を見に行かせてくれ。クンジュ、違う、リュウオウ、お前もリーエコー
に戻るのか? Is he not gonna like waste his anything, power, energy at all? Really? 我ではない。この体のことだ。え? 我が消えた後、この体の主人を甲府たちと一緒にリーユエに連れ帰るといい。君主は名将の子孫。いつの日か必ず輝く時が来る。そのような人間に万が一のことが起きてはならん。Okay, okay. Man, Genshin! I actually need to breathe there. Oh my god, man. お前は相変わらず家事に興味を持っているのだな。刀に目はなくとも職人には情がある。人情という二文字は人類が最も誇るべき思想であろ。弱だ。俺はもう眼神ではない。ああ、すでに察している。今の俺は、ただの平凡なリーユエ人だ。貴様ですらその一歩をたどるとはな。言っておくが、再び振動が起きたとき、我が目覚めないという保証はない。構わない。その日が来たとしても、リーユエの民ならば、お前と向き合う準備が整っているだろう。元王帝君がいないリーユエは、本当に大丈夫か?神がいなければ、ここは人の国だ。俺は人の神であった。人の聖水を見届ける義務がある。すべての命は、年月により摩耗し、変質する。貴様は、我らの中で最も謙虚な魂であった。しかし、それでも摩耗するとは。Among us in Liyue, or among us in up there? Am I reading in too much? I probably am. だが構わない。因果は天によって定められる。我らの使命が終わりを迎えるのなら、勇敢に別れへの道を歩むべきだ。貴様は永遠の時を生きるだろうが、それは同時に孤独を背負うことにもなる。しかし、それも束の間のこと。時間の終わりに到達した時、過去と未来に関わった全ての人と再会できるだろう。寿命ならお前の方が長いだろう。元素によって作られた生物の寿命はこの大陸で最も長いかもしれない。そうでなければ我を殺せず、こうして我に無理やり合わされることもなかっただろう。冗談を。旧友との再会は喜ぶべきことだ。かつての双眼巨炎でのことためらいはあったか。岩石には心がある。俺もまたしかり。しかし俺は契約の神、かつてのリーユエの神でもある。貴様は義を選んだが、仁は捨てなかった。だから我を殺さなかったのだろう。我は自ら望んで封印されたのだ。竜は天を震わせ地を動かす。お前の力ならたとえ全盛期の俺でも一人で相手にするのは難しかっただろう。封印などもってのほかだ。だから我が生まれたのだ。どう取り繕おうが、我もリーユエの誕生を見届けた者。どんなに姿が変わろうが、自らの方法でちぎりを貫き通す。契約の神の友として、これが契約を全うする我の最後の方法だ。感謝する、ジャクだ。我の命は無限に近い。永遠の時と共に続くだろう。そしてモラクス、貴様も非常に長い時を持つ者。行くのか。モラクス、縁があればいつの日か必ず、また会おう。ああ、心配はいらない。眠っているだけだ。
Oh my god. なんか変だぞ。突然別人になったような。俺たちとクンジュは確かに互いを知らない関係だ。 So from the very beginning, because I mean, come on man, like yeah, I mean, yeah, I was right then, right? Like from the very beginning, he's not normal, like ああもうかなり昔のことだ。千年も経ったが、昨日のことのように鮮明に覚えている。前回の続きといこう。岩王帝君は山々を一人でくぐり抜け、地の割れ目から聞いたこともない音を聞きました。リーユエの地下に住む古代の岩元素生物、そのほとんどは目が見えず、何千年も空を見たことがない。その音は歌のように悲しくもあれば、イカズチのように恐ろしくもありました。岩王帝君は辺りを回り、岩層から奇妙な石を見つけました。それがジャクダ竜王だった。彼の望みに応え、俺が地上に連れて行った。岩王帝君はその石を憐れみ、自らそれを本物と見まがう巨竜に掘り上げました。俺が彼によう見る両目を与え、契約を交わした。指を筆のように振るい、竜の目の玉をつけました。その瞬間、空に雷鳴が轟き、本物の竜が現れたではありませんか。俺は彼が地上の人々と生きることを認めた。しかし彼が秩序を破れば、再び暗闇に封印することになる。その後、竜はいついかなる時も岩王帝君のそばに仕え、一緒に戦いました。このような言葉があります。金石が砕かれ、埃を震わし、山と川を二つに裂いた。竜は命と目を与えられ、祝福の雨を大地にもたらした。Dude, I'm not gonna lie, I didn't even read most of that. Oh, shortly afterward, volunteers, okay, people left behind, okay. Yo. Sennenmae.ジャクダは双眼巨炎を襲撃した。俺がそれを阻止し、彼と戦いを繰り広げ、最後に彼を撃退し、地下に封印した。 I was right. I actually guessed, like I said, I had a terrible guess. I thought it was him, like, whatever he was right back then, like Kunjun. But I guess I was right.And then, yeah, going back, I didn't even read the, like, the subtitles. I didn't even, like, realize what he was saying. I was just way too, like, surprised. Oh my god, I love those things, right? I want to make some. Okay, let's just continue. I'm sorry. 沈龍石はその戦いで生まれたものだ。ジャクダは沈龍石を本能的に感知することができる。だからそれをたどって俺を見つけようとしたのだろう。その対戦によって俺は彼を負かしたが、彼が俺より劣っていたということではない。彼の心には俺とリーユエ、そして地上の命への情があったのだ。彼は自らの意志で封印された。しかし魔王によってそれすらも忘れてしまったのだ。俺も逃れることはできない。ただ常人より心得があるだけだ。その時が来れば潔く離れるべきだと。力が強大であればあるほど魔王がもたらす危険も大きい。幾千年も経てば岩ですら疲れ果てるだろう。 I like how there's actually a butterfly right around here, even though it's just there, right, being an entity.
But it's just, this is pretty cool, not gonna lie. 自らの手で友を封印した。それも俺が経験した魔法の一つだ。正しい道のために人々は諦め続け、失い続ける。もしかするとこれが天理が俺にかけた魔法なのかもな。しかし俺は人の神だ。どのように身分が変わろうと、この両目で人の歴史を知見する。やっぱりリーユへのことを気にかけてたんだな。大したことではない、俺の義務だ。今回は助かった、感謝する。どういたしまして。なんだ。そうだ、危うく忘れるところだったぞ。この前ダインスレイブってやつに会ったんだ。その人がオイラたちにカーン・ルイヤの消失と神々の制裁について話してくれて、その出来事がオイラたちの探してる人と関係があるって知ったんだ。勝利、お前は何千年も生きてきた正真正銘の神だろ。だからきっとこのことも経験してるよな。He feels really uneasy. それを言うことはできない。Of course. God damn it, man. なんでだ？ Cause it's a story quest. It's not an arc in Paimon. Stop. It's a story quest. It's not an arc in. If he would say something, this would be an arc in. なんで何も言えないんだよ。オイラたちにとってすごく重要なことなんだ。It's actually crazy to think that he actually knows something, though. I mean, of course, he probably would never tell us until, like, I don't know, a later update or, like, later in the story, but it's just really cool to actually know without even, you know, without him even saying anything that he knows something about it. It's really cool to think. 分かっている。しかしすまない。これは俺の契約なんだ。Yep. Oh my god! You...いはい、うん、まさかそのこともお前の過去やジャクダ竜王と同じように何か訳があるのか。 It's definitely not too painful to talk about. It's probably, he probably made a contract so that he doesn't spill the beans or something. Or maybe it's just as simple as this is a story quest and not an Arcan quest where that frog looks so big. What the hell? この契約は全てが始まる前に交わしたもの。契約に従う俺にはそれを守る義務がある。そんな、俺はお前を友だと思っている。お前を失望させるのは俺の本意ではない。しかし契約の神としてこの契約を破ることはできない。こうなるって予想してたのか。お前はますますこの世界について分かってきたようだ。この大陸にはまだたくさんのことが、秘密がある。それらは長い時を経て人々に忘れられ見捨て去られてきた。お前ならそれを見つけ拾い上げることができるかもしれない。証明するために証人が存在し、受け継がれるために記憶するものが現れる。そのものへと向かう道の途中、数々の困難に遭うだろう。しかしお前がその道を正しいと信じる限り、その全てに意味がある。 Is that it? Oh my god! この石碑は利水定山神君によって建てられた。碑文では弱打を悪竜とし、後世の人を近づけさせないため忠告をしている。しかし残念ながら善と悪は紙一重。善悪が簡単に説明できるものであればよかったのだが。
Amidst the quiet, only the soft sound of the wind can be heard. Time seems to transform into an invisible river, trickling away. A fleeting moment, a thousand years in the mortal world. The rocks feel it, and so too does the earth and the gods. Oh my god, dude, I'm so done. I'm actually so done. I'm so done, man. あんのかな。All right, well, that's probably it for the for the story quest. Hopefully, you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. Ah, man, it's been Sage, and I will see you guys later.